はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、徳です。四つどもえスタジアムというものがね、始まって早速やっております。私は鈴木でチームに参加させていただきました。徳は誰にしたの？同じく鈴木でございます。なんか特に理由なくて、昨日の動画でもねお伝えしたんですけど、結局横一線ぐらいでちょっとどこかが抜けるみたいな状態になるんですよ、うん、なのでまあPR もいただけるので、ご自身が多分いただきたい PR とかそういう選び方でもいいんだよね。ですね。うん。で、私まあちょろちょろってやって、ランキングは明日以降発表ということで、まあこれはね、また明日以降、紹介していこうかなと思っていて、まあここからプレイするんですけども、オーダーが、まああんまり強いの作れなかったんですけど、S8、SS、S9 とこのね、3体作りました。で、ボーナスが 307%。高い方、これ。普通こんなもん？わかんないです。どんな感じなんですか、デッキは。デッキも見れんの？こんな感じです。あ、これは高いですね。 TSR だし前4体から、うん、高いんじゃないですかね。なるほど。ここもね、まあって感じもあったんですけども、まあで、レベル45にできてもうちょっとねボーナス上げれたんですけど、まあこっちの方がいいかなと思ってこれにしました。まあここがなんてもボーナスぶっ飛んでるんでね。そうですね、うん、まあこんな感じでやっております。で、まあ、早速やっていくか。なかなかねツーベース難しいっす。ツーベース難しい、まあ、やっていきましょう。でチーム指令ってあって、もう私もう速攻でクリアしたんですけど、これね、早く達成するとパワーストーン1個いただけるので、皆さんねここは速やかにやった方がいいですね。そして絶頂投げました。アレツストレート見送ってストライク。いきなり156キロ、絶対ツーレッグなどに。チームで達成するのにボーナスも乗っかりますからね。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあこれはまず持ってやる必要があるそうです。初球を打った打球はセンターへ。江原ヒットを放ちました。あまり出てない。さっきすげえ調子いい時あったんだけどな。先頭バッターは江原。初球から打ってた。レフト前ヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。なんかこの後に、うん、これね、これなんなの？で、これさっき俺、5打席全部ツーベースだって、うん、あれレベル5にしたんですよ。うん、特に何も変わりなかった。ただ、なんかチームの勢いっていうぐらいだから、うん、チームはなんか強くなった感じがして、20何体。なるほどね。まあ失点はまあ普通に6点5点ぐらいして解消はできた感じですよ。ただスコアが飛躍に伸びたかって言ったら、普通に二塁打を打ててるっていうぐらい、ボーナスがついたとかではないか。うん、なるほど、ね。まあ、結局俺の1本しか今打てなかったからね。基本的にお題達成したら多分俺なんていうの、全部自動車オフで多分やっちゃうと思う。なんかアイテム使う？さすがにもったいない。でもね、なんか1個思ったのが、まあ、ボーナス上げてるからっていうのもあるんだけど、結構ね、アイテムたくさんもらえるのがね、嬉しい。こういうイベントって間違いないですね。でも俺さ、サクセスでもさ、もうアイテム不足が凄まじいから、まあ、招きもそうなんだけど、投げました。打ちました。初球打ち。センター前ヒット。ミスになったな。かつて今6番になってたところですから、ね、俺がツーベース5本出した試合15、6番ぐらいで何倍差が出てる。ボーナス俺の方が全然負けてるけど、今日3打数3安打。逆にすごい綺麗にセンター返しで打つ。素直なバッティングって言って、すごい。この回は上位打線から始まります。トップバッターは江原って言ってると、やっぱりセンター返し、すごい。ちょっと次、じゃあマジで意識してやる。今ね全然もう本当に来た球を打ってる状態だったんで、次ちょっと集中するわ。今が何点？3万5000。よしよし、見せて。真ん中行きます。ゼフ調、これはもう本気でしょ。俺のアイテムに対応、見てろ俺の本気。160キロかこいつ。また上がるんだろう。残念。いきなり154キロ。第2球投げた。打った。だいぶ速い。第3球。よし、ほら来た。え？回んないの今の。ランナーいるとき、
躊躇してんのか。お金に思ったりしますよね。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で江原打ちました。初球打ち始まったセンター返し。やっぱり来たか。リードで迎えた4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で江原初球引っ張った。クリーンヒット。引っ張りがやっぱ一番いいですよね。うん。一塁ランナーホームイン。全然ポイント違う。もうめっちゃ引っ張るよ。2アウトランナー1塁3塁という場面で初球打ち引っ張った。右へ打っていったがこれは切れてファール。打った当たりは1、2塁間ライナーでやった。ちょっとむずいよこれ。タイムリーヒット。カズ。カズリードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で江原。真ん中にストライク。いや、速い。打った引っ張った。ファール。第3球を投げた。打った痛烈な当たり、これはヒットになります。江原ヒットを放ちます。ちょっと特一回やって見せて俺に。あの二塁だと三塁打の打ち方を相手も使っていいから。相手も変わんないと思うんですけど。ここあのさ、皆さん特にバッターを打ちます。第9おい綺麗に引っ張る。投げた、打ちました。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。今のは何を待ってタイミング引っ張った。クリーンヒット。ボールが転がる。もう一個いっちゃった。でかっ。100キャプテン頼む、全部言ってくれよ。点数の差を見せてくれよ。オールスリーベース行こうよ。めっちゃうまいなお前。今もすでに手汗マックス。手汗マックス半端ないです。おぉ処置して。ノーアウトランナー1塁という場面。やるんですよこういうこと。第2球投げました。あーやばい。ヒット。ボールは中継。手汗マックス。リードで迎える4回です。これサイクルヒット狙いんじゃないですか。カズさん俺1回ねサイクルした。これサイクル出していいですか。いいよ1回。いいよ。第2球ホームラン打つってことだろ。投げました。打った引っ張った。スタンドに入りました。頼むよ。第3球これはいい当たりだ。いったー。入った入った。入った。うん内角に来たら引っ張る。リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で江原しました。左バッターだからね。どっちがいいんだろうね。さあ最後に1本見せて。ツーアウトランナーなしという場面で流します。今日はホームランを初球を打った。クリーンヒット。江原ヒットを放ちました。まあでもサイクルで結構伸びたんじゃないですか。意外に。なるほどなるほど。さあ何点。10万。まあ天才の目黒。サイクルどれぐらい見てます。300。ツーベース打った方がポイントは高いの。普通に高いっすね。だからツーベースとかやっぱり狙っていくことが大事ってことはね。ホームランじゃないね。まあ、ということで、まあ、ちょっといろいろやって、これはね、行くんですけども、最近ね、まあ、今日もガチャ来てたんだけど、最近ガチャやってないじゃん。あ、今日ガチャ来たっけ？来たよね。昨日だってその話。今日だよね。ガチャ引いてないじゃん。でもなんかこうやってイベントであったりとか、なんかいろんなのでね、石がなんかやっぱり増えてきてんだよね。うん、なんかやっぱり、やってない石って増えんだなって最近すごいね、感じている。今日この頃です。うん、どう溜まり方的にこんなもん俺が今感じてるぐらい増えてってる。どこはって言っても多分カズさん今年入って何回課金してます。分かんない。2回とか多分。俺が全くしてないで、うん、今230個ぐらい溜まってるんですよ、うんうんうん、で年末に多分分回してるんで、それ考えると100ちょいぐらいか。おお。は多分もう1月1日超えてぐらいかともらえてるんじゃないですかね。そう考えるとやっぱりさ、より引きどころっていうのも絞るのもあるけど、なんかちょいちょい引いてもいいんじゃないのとか思うよね。そうですね。無課金の人とかでもね。あとちょっと閉じる押してもらって、うん、左上に、あ、そうですね、うん、でまた25日に始まるのか。入ってくるんですよね一番上のやつですね、これ、うん、パワーストーン10をプレゼント。ほんとだ、1月25日から配布。もうすぐじゃん、来週でしょっていうのもありますし、うんうん、であとは一番下の割引販売ってやつですよね。これ
25日から、うん25個を960円、うん、毎月、まあ、約1000円課金して、まあ、25個っていうのもまあいいかなと、年間で見たら1万2000円だけど、うん、まあ、こんだけ遊んでるしね。そうですね、うん、まあ、なんか俺はそういうなんだろう、まあ、課金しない方向で今一応ずっと1年もう2年ぐらいやってないでしょ、してるからあれですけど、うん、まあ一昨年ぐらいはまだちょろちょろね、なるみのイベントで課金したりとか、まあ記憶で言うと、うん、っていうタイミングを考えると、やっぱ毎月このタイミングで960円課金して石25個は欲しいですね、うん、そうだよね。だからなんか、まあ、やり方次第でなんかいろんな遊び方できるなとか思ってるよ俺最近、うん、まあ、確かにさ、厳選とかするとさ、まあ、速攻でなくなるから、うん、うん、源泉もしょうがないっちゃしょうがないけど、でもなんかやり方もなんか結構大事だなみたいな。あとリーグレベル8になって残留のやつも増えたでしょ、うん、なんかそういうのも嬉しいよね。それが決定的に感じるのはやっぱ源泉一切しなくなったことですね。去年1年多分全くしてないんじゃないですかね、うん、一昨年とかはなんか結構電車の中で移動あったもんな、結構移動が結構長い中で、まあ、千丸厳選して掃除家をサクセスやったりっていうのが結構多かったんですけど、うん、去年1年もほとんどしなかったんで、まあ、そういうたまり方はあるのか、はい、大きいですね。なるほどね。まあ、ということでなんか石が結構増えてくるんで、で言うほど魅力的なガチャってね、あの年末年始ぐらいだったじゃん。そうですね、この期間でね、うん、まあ、もちろんパープルの日とか、そういうのもあるんだけど、だそれもあるから増えてるっていうのもあるんだよ ね、 ですね。結構増えてるから、うん、あ、こんな増えんのとか思いましたよ。でこうやってさ、イベントとかあればさ、イベントでどんぐらいもらえるの、累計報酬だけでももうここ来ちゃったけど、6個ぐらいここでもらえるんでしょ。でチャレンジでも多分もらえる、あったよね。だそんなんでもね結構嬉しいですよね、うん、ちゃんとやるコンサートにやってる人はちゃんともらえるよみたいな感じですか、うん、だってこの前の10個いきなりもらえるイベントとかもあったじゃん。はいはい、ね、あんなんとかも嬉しいよね。まあ、という感じで、まあ、石もらえて嬉しいなっていうことと、四つどもえどこが優勝するんだろうなみたいな感じでちょっとやっていこうかなと思います。そんな感じで、はい、まあ、どうぞお願いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。